そうかです。茶道のプライベート稽古で上級者の方ですけれども、含み伏さをするときに何回か捌く位置がずれている方がいらっしゃいました。清めるときに早い人がやっぱり多かったですね。これは呼吸法なんで、ご自分の息と同じように呼吸に合わせて捌くといいですね。だから今のこれ早いんです。こんなように捌きまして、そして含み伏さが結構体の中央でやっている人が何人かいらっしゃいました。でこのとこもこう丁寧に持たないでこんな感じでやっている方もいらっしゃいました。これよく注意したんですけれども、含み伏さはまず親指を入れまして、そして左の膝の中央の延長線上が伏さの中央に来るようにして、1回4回、そして中央で2つに折りまして、また左の膝の延長線上のところで、ここで中央に持っていきます。そして2つに折りまして、ここで分かれて左右と持ちます。左右と離しまして、上旗を取って、ここでまた層にさばきます。演目題お茶筅古木里の面白い関係についてお話しいたします。まず真の行座室では抹茶を入れまして、追尾尺でお湯を入れます。そうしますとお茶筅を入れて、左右と天目台を持って左側に寄せて、右左と茶碗を持って左前に置き、ここでお茶碗を立てます。また右左とお茶碗を持ちまして、離すのも右左、左右と持ちまして、台を左右と手を離し、ここでお茶筅を抜いて、お茶筅は線からの十二時の方向、左右と台を持ちまして、低い位置で左向こう右手前、左向こう右手前、左横右横で貫突きに出して、では左右と離し、左右左と下がって控えます。天目茶碗に抹茶を入れまして、そして湯を入れます。お茶筅を茶碗の中に入れまして、台を左右に少し向こうへ持っていきます。
手を離すのも左耳、そして小袋を膝前に置きます。右左と取りまして、ここでお茶を練るんですね。ここでお茶を練った場合には、お茶筅を抜きまして、筅皿の十二時の方向に置きます。お茶碗は右左と取り、台の上に取って右左、ここで小福沢は懐中にしまいます。左耳少し中央に寄せてから、ここで左向こう右手前、左向こう右手前、左横右横、貫突に置き、左右、そして左右左と下がります。今月行われるお茶会の懐中料理に出される汁物は沢に記事です。その作り方の動画を出してみました。ぜひご覧ください。また詳しいレシピは会員のページで記されています。キノコは通常洗わずに使います。まず石槌を取ります。手で小分けにします。舞茸は石槌を切り落とし、手で裂いて使います。続いて人参を千切りにします。包丁の背で皮を削っていきます。空気があふれて硬くなった両端を切り落とします。最後に三つ葉を切ります。しゃぶしゃぶ用の豚ロースを切ります。それでは野菜を全部入れます。火をつけます。火は最初は中火にします。煮立ちましたので火を中火にします。そしてお肉を入れます。野菜が柔らかくなりました。そうしましたらば調味料を入れます。次に三つ葉を加えます。すぐ火を止めます。お好みで胡椒を振ってください。